どうもラウチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はぶっ壊れ技9戦やっていきたいと思います。このゲーム強い必殺技と弱い必殺技結構はっきりしてますよね。その中でも特に強い9戦をやっていきます。いきましょう。それではぶっ壊れ技1つ目プリシスのロケットパンチです。これ装備が強いからこれが強いのかもしれないんですけども、とにかく強い貫通性能まであって斜めから撃ったりしてすごく使い勝手がいい。これはぶっ壊れ技ですね。続いてぶっ壊れ技2つ目同じくプリシスのバリアです。これバリアの性能はどうかわかんないんですけども、攻撃力が異常です。カンストダメージポンポン出せるのでこれ投げとくだけでいいんですよね。かなりぶっ壊れてます。続いてぶっ壊れ技3つ目ディアスの空破山です。クロードも空破山あるんだけどもディアスの方が断然強い。なんでこんなに差があるのかっていうぐらい強いですね。3ヒットするっていうのがとにかくえぐいです。ぶっ壊れですね。ぶっ壊れ技4つ目オペラのグラビティシェルです。オペラ自体の攻撃力が低いのでそんなにダメージは出ないんだけども、この技ブレイク力が半端じゃない。 3,4 発打てば確実にブレイクできてすごく役に立ちますね。あとこれ拘束力がすごくって敵をものすごく引き寄せて使い勝手がいい。ぶっ壊れです。ぶっ壊れ技5つ目主人公クロードの流星章ですね。クロードは空破山は弱いんだけども流星章が強い。これ近接でもろに当たってクリティカルが出るととんでもないダメージが出て笑っちゃいますね。これほんとぶっ壊れてます。ぶっ壊れ技6つ目クロードの活人剣です。これ最初使った時 HP 回復用かなと思いきや、なんのこれ攻撃です。これ攻撃しながら HP 回復するのでまずやられることはないですね。とにかく敵のど真ん中に突っ込んで活人剣を連発してみてください。面白いですよ。ぶっ壊れ技7つ目エルネストのディメンションウィップ。一番最初から使える技なんだけどもこれがとにかく強い。エルネストの新しい武器あれとの相性がめちゃくちゃ良くってどんどん敵の HP を削ってくれます。ぶっ壊れてますよ。ぶっ壊れ技8つ目同じくエルネストのブロークンハートです。これ必中ではないんだけどもほぼほぼ必中で当たります。ヒット数が多いのでエルネストの新しい武器あれとの相性がめちゃくちゃいい。強いですよ。ぶっ壊れてます。それではぶっ壊れ技最後9つ目ウェルチの連続ビンタです。ビンタはもともと強いんですけども新しい武器あれの能力がものすごく強くってダメージがえぐいです。クロードの流星章と同じ、いやそれ以上にダメージが出ると思います。多分ナンバーワンの火力はこれでしょうね。はい、ということで今日はぶっ壊れ技9戦でした。これ以外にもぶっ壊れ技あると思うんですけども皆さんはどの技が好きでしょうか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。